はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ファインディングドリー、ロボフィッシュ、コーヒーポットセットです。トイザラスに行ったところですね、こんな面白い商品がありました、はい、ロボフィッシュってね、昔からあるんだけれども、水に入れたら動き出す、ね、そうそう、ロボット型のお魚なんだけど、それのファインディングドリー、これドリー版が出てたので買ってきました、うん、おー、早速開けていきましょう。はい、パチン、取れた。コーヒーポットに入っておりますね、はい、これなんでかっていうと、はい、あのファインディングドリーの予告編を見てくれればわかると思いますね、はい、タコさんがドリーを逃がすためになんかこれに入れてたね、うん、ダメ、あ、どうやってやるためだ、あ、取れた取れた、あ、これドリーだね、うん、なんと、これにはですね、予備の電池があらかじめ入ってますね。これ大変ありがたいね、はい、ということでパッケージから出しました、はい、はい、このような感じですね、ドリーね、はい、かわいいね、うん、うん、それで尾びれの方がゴム製になってますね、うん、柔らかい軟質みたいな感じでね、うん、水のためにね。他には特に何もないですね。この部分が電池だね、はい、ネジ外して電池交換するんだけど、はい、あとはこの部分にちょっとボタンがね、小さなボタンが両サイドにありますね、うん、はい、これはちなみに一回押してみるとどうなのかな。おお、ちょっと動くね、うん、あ、でもすぐ止まりますね、はい、はい、それではコーヒーポットの方に水入れてきました、はい、これは本物のコーヒーポットではないので、はい、コーヒーは入れないでくださいってですね、はい、注意書きがちゃんとありました、箱にね、はい、あのプラスチックだから、うん、大変危険ですからね、やけどになっちゃう、ね、そうそうそう、水を入れてくださいね、はい、はい、それでは水に入れていきましょう、はい、ちなみにドリーを水に入れたらもう即電池オン、はい、動き出すらしいです、はい、じゃあお願いします、石井君。あ、泳いでる、泳いでる、あ、でもこんな感じ、なるほどね。ちょっとドリーが大きすぎてあんまり泳げない。もうちょっとドリーちっちゃくてもよかったのかな、あ、こんな感じだね、うん、やっぱりちょっと浮いちゃうんだな、うん、もうちょっと下に潜ってくれるとね、嬉しいんだけどね、うん、あとちょっと音が気になる、うん、でって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 で、しばらくするとドリーのね、動きが鈍くなってくるんだって、そういう時はこのポットをね、コンコンって叩くとまた動き出すらしいですね。あー、オッケーオッケー、こんな感じだね、なるほどね、見てたらすごい可愛いね。そうだね、可愛いね、はい、うん、可愛いんだけど、はい、ちょっと残念だな、うん、下向かせたらどうなる、下向かしてみるか、うん、あ、やっぱ浮いてきちゃうね。それで箱の裏に記載があるんですけれども、はい、このロボフィッシュのファインディングドリー版、はい、これはですね、他に、マーリンとニモとベイリーっていうこのイルカ、うん、あとはこのプレイセット、うん、これがあるみたいですね、うん、このプレイセットにはニモがついてて、はい、でマーリンも単品で買ってますんで、はい、それまた次回動画にしたいと思います、はい、はい、ということで今回はファインディングドリー、ロボフィッシュ、コーヒーポットセットでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか、はい、これ自体はちょっと残念感あるけど、うん、まああれかな、飾っとく分にはいいのかもしれないですね、うんうん、これからねファインディングドリー公開されるので、はい、これを見ながら楽しみにしたいですね、はい、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか、はい、楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。